皆さん、こんにちは。アスキト投資クラブです。今日はですね、3393、スターティアの動画解説をしたいと思います。この目から昨年の11月以降ですね、850円から1050円を中心としたボックス的な動きでしたけれども、3月に入ってですね、3月の5日の日にまず出来高を伴ってですね、大きく反転をしてきております。 で、200日近辺でですね、ちょっと抑えられる動きでしたけれども、3月7日にはですね、出来高を伴って200日同平均線をですね、大きく抜いてきております。この上から昨年の10月26日ですね、10月の後半にまあ決算を発表して、まあ、内容が良かったということで出来高を伴って一度上げましたけれども、陰線の被せ、被せ線で一と叩かれてますね。で、今年の2月の頭もですね、 ま、業績発表してね、良かったんですけれど、まあ、出来高ともなって上がったんですけれども、まあ、陰線でですね、昨年の10月、あと今年の2月とですね、両方とも抑えられていましたけれども、3月に入ってですね、出来高を大幅に増やして、前回ね、2回抑えられてきたところをですね、勢いよく抜けてきております。で、2 0 2000も勢いよく超えてきていることからですね、 ここから流れがね、かなり変わるんではないかなと思われますね。1100円どころから1200円の間ですね。200日同平均線から1200円の間は基本的買い目線でね、いいんではないかと思われます。まず最初のターゲットとしてはですね、金額的なおしめ1400円というのもありますけれども、昨年の7月11日の高値ですね、1485円。 1400円からですね、1500円というのがですね、まあ、最初のターゲットになるんではないかなと思われます。で、同じく冷やしでですね、ちょっとまあ幅を広げますけれども、昨年の6月、7月ですね、やはりこう一回戻ったところで1500円近辺でね、ちょっと叩かれておりますし、なおかつ、月足チャートでですね、月足の基準線が1507円にありますので、 1500、まあ、円近辺はですね、やはり上がってくるとちょっと上値が重くなるのではないかなと思われますねでそこを抜けてくるとですね、えー、昨年の4月いや、震災後の戻り高値ですけども1670円というのがです、ねえー、次のターゲットになってくるのではないかなと思われますで、まあ、下がってきたとしてもですね、200日同平均線、えー、もしくは、えー、昨年の10月の高値とかですね えー、もしくは昨年の12月、2月のこう、上値抵抗だった1050円近辺ですね。まあ、これがしっかりとね、サポートすればね、問題ありませんけれども、えー、25日同平均線とか終わってくるとですね、えー、せっかく3月に入って出来高こ伴って上昇した分を25日線割るとですね、えー、全部否定する形になりますので、25日線下回るとですね、えー、まあ当然撤退を考える人が出てくるかと思われます。 また昨年の11月とですね、今年の1月の12日のこの安値を結んだトレンドラインとかですね、えー、ちょうどまあ75日同平均前近辺にもね、来ますけども、これ終わってくるとですね、もうトレンド自体もちょっと崩れる形になってしまいますので、当然ね、撤退ということになるかと思います。では以上でですね、スターティアの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。